な。リンさんと元気かな。伝えなかったらどうしよう。まだなんか。なんか参考でしかない。本当な。いやでも今後次はヴァンパイアで、この次はビネガー、ビネガーらしいね。そうだね。しかもさ、ビネガーさカードゲットできるらしい。しかもさ、レベル30したったね。あすごい。あれすごい。ビネガー、ビネガーいいな。じゃあ、これにしよう。いいえ。これにしようか。ああ、いいよ。かしこまりました。では、バトルの準備。いや、ビネガーヴァンパイアな、ヴァンパイアどうなんだろうな。まだまだしい方だ。ヴァンパイアってなんだ。パイちゃん、ケンちゃん、ちょっと迫ってきてます。足はダークナイト再戦か。いいだろ。お相手いたす。あとパンツだ。では早速準備だ。違ったっけ。スナックとジャラを読み込むのだ。じゃパンツやめる。よし、OK。 足らと戦えなくなるの。あ、でもよく考えたらあれだね。午前中だからウォーリアーズアルスとも戦えたから、まあそっちでもよかったかな。まあいいや。ウォーリアーズアルスともう戦えないから。ウォーリアーズアルスの代わりなのか、それでシンデレラ隊長が次にカードを読み込むのだ。リンさんともな、まだゲットできんの。なるほど。守りをカタ君。これがお主のチーム。まあ、青年と違って眠らされはしないから計算は立つから。いざ尋常に勝負。ちょっと6人でいこう。うん。三ターン目にアシュラはないパターンか。うん。忍者マンのアシュラ。惜しいね。いや、アシュラ強かったな。1ターン目ですよ。ビネガーってさ、一人らしいよ。そうだよね。ヴァンパイアもさ、攻撃の順番を決めますよ。後攻です。相手が先に攻撃です。子供がアクションを決めますよ。エヴァーです。守りに決まりましたよ。エヴァーです。攻撃に決まりましたよ。エヴァーです。攻撃に決まりましたよ。次は相手のアクションが決まりました。あ、そっか。グリゴンがいるから守備が高いのか。グリゴン守備いくつ上がったっけ。510。おー、スキルレドラか。敵も、うん、攻撃の。あ、そっか、これ敵味方。あ、これ味方。うん、攻撃力が上がりましたね。これは？これ敵か。これ欲しいよな。これ欲しいよな。明治よりこっちが欲しい。あ、でもあれか、パンツよりもシンデレラ隊長の方が良かったんだ。高い。欲しい。危ねえ危ねえ。無理しなくていいよ。こっちの方が慣れてる。わかった。まあやりやすいやつ。欲しいね。慣れてきたな。あー強えな、やっぱ。あー500のレドラ強え。危ねえ。あー、やけどしちゃった。レドラこれでおしまいかな。これやばいな、レドラが最後にな。なるほど。
っと何目でこれってロボット頑張れラッキーパワープレドラロボットフェニックスありがとうアタックチャンスでしょいいね。安全に行こう。50が良かったね。ああ。あ、やけどしてない。行け。行け。これ全体？あ、単体か。いいね。準備はいいと。入れた。まあまあ一旦目だ。4444。惜しい。レドラな。せっかくパワーアップだったけど100を使えなかった。惜しいな。とりあえず6回できた。これはピノキオがあるのか。ヴァンパイア早そうだな。今度のビネガーが1体だけだったらな。ピノキオ使わなくていいかな。4400。ドラゴンナイトチャップ。このスキルは連続で攻撃が決まりますよ。アタックチャンスでしょ。難しいか。うまい。倒した？倒してたな。決まった。素晴らしいね。レベルアップ。おヒットポイント上がった。素早さ以外全部上がった。スーパーヒーローだった。いつの間にかスーパーヒーローだった。でもすごいな。もうみんなゲットしたのかな、このナイフ。いやはやとんでもないボスが現れましたね。アシュラのスキル付きゲットしたいな。そうだね。あれアシュラスキル付きゲットしたんだっけ。してない。26もゲットしないか。行こう。よし今日はちょっと死神さんゲットしたいんだよ。ババーン4人だ。これ死神さん的になってほしかったね。レインボーマヨネか。あれメローラ来てるか。まだメローラチャンスだ。カード出るパターンでは私ならやりますね。レインコイン大コインよ。いなかった。メローラパーだった。マヨネ怒らせると怖い。行こう。スキップ。ちょっとチャンスだけどね。多分次やったら出たんじゃないかな。でもいいや。それではお待ちかね。ドリームジャイアント高野くんのお時間がやってまいりました。一頭の景品はなんとこれ。ほらガラガチャー。これがもうなんか昨日当てた人いっぱいいるんだな。3分ぐらいしかないぞ。マジか。普通5、6個だよ。そうだね。それでは参ります。あの一瞬のシャークランスは何だったの。確かに、シャドウジェルランスだよ。シャドウジェルランス。またシャークランスって言っちゃった。
り。あばん。難しいな。そうだね。ちょっとモリアだと思って考えようかな。オッケー。あれも出るか分かんないんだけど。お願いします。モリアも出たら嬉しいな。確かに。今回のご利用でゲームを開始したセブカを焼き、セブカはこのままにしてお待ちくださいね。動かして失敗することがあります。ご注意ください。待っている間、はい、ゲーム発表です。次回もこのセブカを持って捉えてくださいね。ちょっとなぁ、ウォンダーが楽しみだ。そうだね、また来てくださいね。ピンさんとファントム製だね。確かに。